どんどん。あ、あれがカメラなんですか。はい、もう流れてますから、おーじゃない。はい、もう流れてます。はい、ですね、私たちサンタプロジェクトという、あ、ご存知ですか。なんか来月もありますよね。そう、来月のイベントのですね、PR をしていまして、そうです。12月11日の土曜日に、サンタプロジェクトというイベントをやります。浜っ子サンタ記念日という名前で今年はやるんですけども、これ見せて。はい、あ、そうですね。はい、じゃあ見せます。いろんなイベントをやるんですよ。サンタの格好をしていろんなイベントをやるんですけど、そのうちの一つが、ゴミ拾い、清掃サンタなんですね。で、まあ、このチラシにあるようにですね、サンタさんの格好をして、みなとみらいあたり、横浜駅とか赤レンガとかあの辺をお掃除しようと、そういうイベントをやります。で、これをですね、今までうちの私が所属するアイラブ横浜という団体とですね、横浜スカベンジ大作戦実行委員会と、バラバラに今まで毎年やってたんですよね。で、まあ、似たようなことをやるので、せっかくなので一緒にやろうかっていうことで、今年初めての合同開催を、することになりました。で、もう一個ですね、サンタの格好をしてやってるイベントがありまして、それはサンタプロジェクトというですね、イベントなんですけども、それは福祉施設にサンタさんの格好をして、まあ、子どもたちにプレゼントを配り回ったりとかですね、あとはパシフィコ横浜の広場で、子どもたちにですね、ミニドライブ体験をしてもらうという、そういうですね、イベントもやってました。で、これ共通点はみんなサンタの格好をしてイベントをすると。で、似たようなことやってるんで、今年はまあみんな一緒にやろうということで、共通点もう一つ、横浜が大好きっていう、そう、それですね、それ大事ですね。サンタの格好ってこんなでいいんですか。もう何でもいいんです、はい、これでも参加できる。はい、これ赤くない。トナカイ、トナカイ、トナカイですね。そう、まあ、帽子かぶるでもよし、はい、こんな本格的なもう全身コスプレしてもよし、はい、で、まあ、恥ずかしければなんかちょっと赤いストラップとかね、あの赤いタオルを首に巻くとか、何でもいいんです。もう赤い格好をすればサンタっぽく見えるし、あとトナカイもいますね、茶色い角をかぶったりそういう全身3になっちゃう人もいます。いました、いました。もう真緑でね、なんかね、星とか飾ってね、そうです。やりたい人はどこまでもって、自由に、もちろん強制じゃないので、はい、コスプレ必須ではないんですけども、はい、せっかくねサンタの、イベントをやるので、はい、サンタっぽい何かを身につけてもらえればいいかなと、はい、で、これ誰でも参加できるので、12月11日土曜日の12時半にパシフィコ横浜の、円形広場、はい、に、集まってもらえればもう誰でも参加できます。で、ゴミ拾いに参加したければゴミ拾いに参加するし、広場でもいろいろイベントがあるんですよ。例えば、これいろいろ協賛をいただいてるんですけど、例えばその一例として、八景島シーパラダイスのご協賛でペンギンが来るんで、ペンギンに、触れるかもしれない。ペンギンって生のペンギン、生のペンギン、生ペンギン、そういうですね、子供たちに喜んでもらえるようなイベントも用意してますので。これ雨が降ったらどうなりますか。雨が降ると残念ながら、清掃イベントだけは1週間延期になります。清掃イベントだけ、はい、他のですね、訪問施設、あの福祉施設に訪問して子供たちにプレゼントを配るとか、子供たちにミニドライブ体験をしてもらうとか、そういうイベントは予定通り開催します。これはちょっと協賛企業のね、都合もあるので、あと雨でもできちゃうんで、ペンギンも来ます。雨でも、テントを用意するんで、ちょっとね、人は少ないかもしれないんですけども、ゴミ袋とトングとグーテは用意します。はい、で、ゴミ袋がですね、こういうですね、これちょっと過去のものなんですけども、今年はこういうですね、共通の浜っ子サンタ記念日っていうですね、こっちのデザインで袋を作ります。ゴミ袋も素敵ですよね。そうですね、ありがとうございます。これ、この袋自体がこうイベントの PR というかチラシ代わりにもなるし、清掃するとこの地図になっているんです。自分がどこを歩いて、例えばどの分別を担当するのかっていうのもですね、こう、もうちょっと上に上げると、そうですね、赤いマジックとかで、ね、印をつけると分かるようになるんですね。分かるようになるんですね、はい、ここにもありますからね、まあ、ゴミ袋としての機能、チラシとしての機能、ここの機能、はい、あ、でも今年はもっと多いんですかね。はい、これなんかいっぱい作りましたねこういうオリジナルデザインのね、まあ、余っちゃえば記念品にもなるし、あの今後の清掃活動にも使えますし、例えばこのハマスカでは毎年やってるし、私どもアイラブ横浜、毎月のようにみなとみらいがどっかかんか市内で清掃活動やってますので、
まあ、今後もしばらくはもうこの袋在庫あるんで使っていこうかなと思って。アイラブ横浜さんってお掃除やってる、はい、お掃除やってますって思ってればいいんですか。お掃除もやってますね。開校祭に企画参加したりとか、あと新横浜パフォーマンスっていうイベントにスタッフとして参加したり、あとはですね野毛のあの下町味わいオフ会を開いて、まあ、それ以前市民放送局さんにもご協力いただいたんですけど、なんかあちこちでいろんなイベントやってます。やりたいことを、ね、楽しみながら地域に貢献できればいいなっていうコンセプトでやってますんで、それはアイラブ横浜っていうグループ、そうです、アイラブ横浜という、まあ、ミクシーでね集まっている、まあ、横浜好きの人たち、アイラブ横浜、そうです、はい、ミクシーのコミュニティです。はい、できちゃうよね、そうですね、やりたい人だけが集まって やれる範囲でみんな趣味でやってますよね。そうなんだ、はい、ちょっと帰ったら覗いてみます。ありがとうございます。はい、他の団体さんは、はい、横浜スカベンジ大作戦はですね、はい、学生なんですよね、はい、メインがね。私たちは、G30 学生ネットという横浜市の G30 を学生の立場でこうどう推進していくかっていう学生団体と、あと関東学院大学の環境サークルで HEP というサークルがあるんですけど、そこが合同で一緒にやってます。2003年から始まっていて、今まで、もうずっとやってきて、今年で8回目になります。はい、なんでずっと続けてきたのを、うん、今回一緒にやって、予定としては500人規模でイベントをやるの で、ね、一番大きな活動、サンタが500人集まって、はい、できたら楽しみですね。はい、楽しみですね、それもね、はい、できたらなんか、取材もできればいいかな。ぜひぜひ。ありがとうございます。これも言いますか？あ、これはそれは違うな。はい、でそこでもう2つ終わっちゃったので終わりですか？ご紹介は。そうなんですね、もう1個の団体がですね、はい、来てないんで。来てないのは問題だぞ、今日はここに行っていいの？まあ、サンタプロジェクトというですね、まあまあ、3団体といってもそのうちの1個がいろんな団体で構成されて実行委員会を結成しているのが1団体みたいな感じなんで、もう細かい団体数えるとキリがないですよね。なんかもうだからいろんな団体がごっちゃになって似たようなことやってる人はみんな一緒にイベントやろうみたいな、そういう団体の、はい、仲間になる人も募集とかしてますか？もう誰でも参加してます。だからもう団体に参加してるとしてない関係なく、もう当日フラッとその辺歩いてた人も参加できるような、そういうイベントなので、もう自由に誰でも、すごい楽しそう、はい、年代とか、年代はもう一番年代、私どもの方は70歳代が一番上にいるんですね。ですね、はい、でどんな人も大丈夫大丈夫ですね。下はですね、子供たちのですね、もう幼稚園ぐらいの子も参加しますし、あとはスタッフの中でも子供を連れてくるスタッフもいますので、多分一番下を数えたらもう2歳とか3歳とかそういうレベルから参加者はいると思います。もう年代、性別、職業問わず、うん、横浜が好きで、横浜に感謝の気持ちを示したいって人が一緒に清掃するので、その気持ちがある人だったら誰でもどしどし来てください。そうです、素敵な言葉でした。はい、ありがとうございます、はい、他に言いたいことがあったら今ですから。そうですよ、正確なんで、はい、どうですか、サンタさんないんですか。サンタは今年はみんなで記念です。みんなで集まります。12月11日土曜日12時半にパシフィコ横浜円形広場に集合してください。よろしくお願いします。お時間がある方はいらしてみてください。はい、ぜひぜひみんなで楽しみましょう、はい、楽しいと思います。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。雨が降らないといいね。いいですね、はい、うん、でも雨が降ってもペンギン様来るのでぜひ来てください。ペンギンさん見に来るだけでもいいんですね。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。